フォルツァスタイル。20代の時のもうちょっと痩せてたかもしれないですね。あ、そんなに年を重ねてちょっとやっとついてきたっていう感じで、大切じゃないですかね。僕もでも、はい、あれあれ、ちょっと待ってます。これ今星場さんの話聞きたかったな。誰か来た。はい。おお、あれ、なに急に。ちょっといいですか。はい、あれ、誰か来た。フォルツァの一緒にモデルとかやってもらってる伊沢さんです。こんにちは、藤井です。あ、じゃあ、いいですか。どうぞどうぞ座ってください。ちょっと折ってご相談がありまして。折ってタイミングがすごくないそれ。今年僕すごいかっこいいダウン欲しいんですよ。ダウン急にダウンのこと考えていて、ダウンのこと考えたらちょっとここに足がこう来たんですけど。おかしいでしょ。ちょっと僕はもう本当今年結婚をしたいなっていうふうに思っていて、いよいよモテコーデ打ち合わせ中に来ちゃったらもう絶対聞けるじゃん。だって藤井さんのこう一番女性の意見をお伺いして。もう今回本気です。相当本気です。本気？あれ封筒なんですかそれ？もうここに金？ガチじゃん。いくらちなみに？めっちゃ本気だ。10です。10です。すごい。この予算内で今回はかっこいいだけじゃなくて、もうモテるやつ。伊沢さんいくつでしたっけ？36です。36。じゃあもうそれぐらいだったら結構ちゃんとしたの選んでほしいですよね。じゃあ一応 TPPOS のコーナーをいつもモテコーデではやってるので、それに準じた悩みのコーディネートで僕は来ますよ。それでどうですか？いやもうありがたいです。その彼絶対買ってよ。じゃあいつがいいですか？時期は多分11月ぐらいですかね。そうですね。場所は？ちょっと北の方に仙台とか東北出張。誰と？取引先だね。はい。経営者。まあ仕事だもん。そうですね。仕事ですね。で。ダウンです。はい。じゃあこれとりあえず。はい。最近自転車で通勤することも急に出てきまして、でまあパーソンはこれじゃん。本当に会社の人。はい。ここもダウン。はい。もう僕はもうダウンにすべてをかけてますけど。めちゃくちゃダウン好きやね。はい。まあ次はちょっとプライベートの方で。ってことはオケージョンはデートってこと。こじゃれた感じのグランピングとか。誰と？彼女と。場所はじゃあ軽井沢。スタイルはやっぱりダウンですね。どんだけダウンですか。次もダウン。次も。セットアップ的に使えるようなダウンもあると。セットアップで使えるようなダウンなんだ。ジャケット代わりまでいかないんですけど。場所はなので割と近場だと思うんですよね。家の近所とか。なんで？誰っていうのは？ランチも兼ねてちょっとその後少し。仕事して帰るとかっていうのもあるので、品川ランチ近所の知り合いすっげえいっぱいあるじゃん。これちょっと順番決めない？これいきなりさすがに4着着てこれないから。そうですね。でもやっぱビジネスでまずどれ？これですね。あ、そうですね。じゃあそれに応じたちょっとコーディネートを僕はしてきますよ。はい。で多分この4枚ダウン買うってなるともうちょっとお金必要だと思うんだよね。多分10万じゃ足んないんじゃないかな。ですかね。一応さっきね銀行で下ろしておいたんだけど。あらら。ちょっと考えてて。わかりました。桁がすごいんだな。星場さん使えないお金これ。使えないやつ。それでは星場さんが着替え終わったということで呼んでみましょう。星場さんお願いします。はい。こんな感じです。おお。かっこいい。どうですか。かっこいい。これです。かっこいいっすね、それ。11月ぐらい東北出張、はい、で取引先の人にも会って、まあこれだったら仕事でも OK かなという。いやめちゃくちゃいいですねこれ。めちゃくちゃかっこいいです。 M65 型っていうやつですね、うん、はい、もう1965年の、まあ、ミリタリージャケット、まあ、フィールドジャケットをこうなんかうまくウールリッチがこうモダナイズして作られてるやつがこれですね。ネイビーだから、まあグレーのスーツでもネイビースーツでも全然いける。この格好からも合いますよね。その格好でも。あ、バッチリだ。あ、もうこれでいいんじゃないですか。丈感も本当にちょうどいいぐらいで、ジャケットはちょうど隠れるし、なんかモコモコすぎなくてやっぱりスーツにね。これはもう着てる分にこれでも実際ウールに見えるんだけど、はい、ウールじゃなくてこれはプレスなんだよ。だから気付かなくて済む。で内側のね、うん、ここに V になってるね。あ、本当だ。いや、なんだろう、一つ目からもう何も言えない感じの、はい、自分が着た瞬間になんか着た感じが本当にフィットするんですよ。うんうん、でも完全前のめりだけどさ、女性の意見聞いた方がいい。あ、そうですそうです。どうですだからいけないんで、はい、お願いします。なんか仕事ができそうな感じします。うん、大人ネイビーで、うん、いいですね。いやー、なんかもう嬉しくなっちゃいました今。ここに泥ソインもついてるから絞れるんですよね。そうですよね。今ちょっと絞った感じですもんね。ちょっと後ろ向いてもらっていいですか？背中の方がそうかっこいいんですよね。あ、いいですね。一つ目。じゃあまずは一着目これで。はい。とりあえずキープで、とりあえず、はい、ちょっと2人でそれについて語り合っててください。あ、じゃあちょっとこれどうしたらいいですか、いいかとかちょっと。さあ、続いてのダウンに着替えていただきました。星場さん、お願いします。はい、かっこいい。これはこれでかっこいいな。あ、ちょっと通勤も行けそうだけど、自転車も行けそうだしっていう、もうちょっとスポーティーですね、こっちの方がね。まあでもスポーティーですけど、全然これオフィスに来てっても。もう全然。ああ、ちゃんとしたスーツにもいけますね。このスタイルも全然いけますし。似合う。こういう感じのも、でも僕も通勤とかこういうの着たりするので。こういうジャージとか、なんかスウェットとか、ジョガーパンツみたいなとかでも。ジョガーパンツでも全然いける。選択肢が増えるな、これ。なんか女性目線どうですか。かっこいい。そのなんかネイビーも大人でいいけど、うん、やっぱ黒かっこいいって思っちゃいますね。うん、なんか黒でちょっと長めなんですけど、全然やぼったくない感じがして、うん、ね、フードも小顔効果があるから、ちょっと顔がちっちゃくていい感じにこれも立ってますからね。首周りがあるとそうですね。いや、こきやすいんですね。ちょっとこうその部分に、はい、やっぱりこれもドローストリングが入ってるので、少しほんのちょっと絞れたりとか、あとこういうところのポケットとかも気が利いてるから。チャリこれで乗ってたらめちゃくちゃおしゃれですね。うん、ガチで悩んでるでしょうね。いや、本当にいいですね。ちょっとじゃあ悩んでてもらって、続いてない。そうですね。次はこちらです。出た。はい。グランピング。欲しがる。今回は本気で、ちょっと本気で欲しがってます。作ってみます。じゃあ。多分本当に女性がね、着ててもいい感じのぐらいですね。そうそうそう、私着たいこれ。はい。すごい似合いそうな感じが。嬉しい。しかもなんかストレッチが効いてる。あ、本当だ。だから本当に着る分にも楽で、なんかダウンとかってあんまりね、こう動きが悪い気がするんですけど、確かに確かにこれだったら動けますね。動きやすい動きやすい。確かに通勤とかでこう自転車とかのね、なんかありますから。確かに。それでは着替えが終わったようです。星場さん、お願いします。します。はい。そういうパターンもあるんですね。なるほど。ちょっと一番これ多分モテるんじゃないかなと思うんですよね。モテる。グランピングで。合ってますよね、一応軽井沢。合ってます、合ってます。でもグランピングしようでもいけるんだけど、例えば今日のこれもあり。あ、本当だ。まさかまた悩ませちゃった。で、これもやっぱり同じようにドローストリングになってたりとか、まあフードはもちろん着脱式なんだけど、これね、ロロピアーナのストームシステムっていう生地で糖質防水なんですよ。へえ。ということは湿気を逃がしてさらに防水機能もある。じゃあ見た目だけじゃなくて機能もちゃんとしてる。ちょっと触ってみてください、これ。藤井素材チェック。やっぱりね、生地も見てるんですよ、女の人。でしょ、わかるんですよ、やっぱり。あれ、これちょっと星上がってる気がすんな、今。そうですね、なんかもう。着々と。着々と。まずもう、生地を触ってもらえたことだけでも、一段階上がってますから。人のリアクションが。そうだよね。値段はね、12万5千円だから。でもね、これじゃ足りなくなるんだよね。まあちょっとなんとかそこは競馬で勝つか、これを使うか。これ使えないです、これ。これ使えないです。これ使うとこれの可能性ありますからね。確かに。本当にこれいいです。ちょっとでも悩んでて、はい。もう少し、もう一個コーディネートしてくるし。いや、マジでね。それでは着替えが終わったみたいなので読んでみましょう。星場さん、お願いします。お願いします。はい。またこれもおしゃれだな。はあ。はあ。セットアップで着れるようなイメージで来ました。まあ、混んだし、混んだし。本当だ。そんなダウンあるんだ。そうなんです。これ。ちなみにフードはこれ2色着てて、まあ、これ3色混んだんで。割とこういう風に着れば、まとまるかなという。で、なんか T シャツ。近所で行けるじゃないですか。行けますね。なんかちょっとフードでカジュアル感も出てるのが近所っぽい。どうする？ご近所ランチとかでこれでこう来たら。いやもう私食事が喉を通らないです。おしゃれすぎちゃって。いや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 。でもそんなに。めちゃくちゃその派手派手しいおしゃれとは違うでしょ、これって。ではないんですけど、やっぱ見れば、見る人が見ればわかるっていう感じですよ。上級者です。最後結構一番上級感。でもこれジャケット型でちゃんとラペルもあるし、こうやってスタンドカラーとしてこうやってこういう風に着ることができる。ああ、なるほど。寒くなったらこうやって着ることができるし。あ、そして軽い。なんか着てたジャケットとそんなに重量が変わらない。これは普通のこの感じでいけますよ。あれ？おしゃれ。ちょっと待って、すごいめちゃくちゃ悩ませてるよ。めっちゃ悩む。個人的には例えばゴルフの打ちっぱなしから上着てってとか、すごいこう。私も欲しいんですけど。ちなみにここにちょっと後ろ向いてもらうとベントが入っていて、それはここでちょっとボタンで止められるようになってるとか、あとはちょっと前向いてもらうとジャケット型なんだけどここにファスナーもついてるから。ぐーっと上まで締めて着ることもできる。風が通らない。いやこれマジでこのジャケットと軽さ変わらないぐらいな感じなんですよ。さあこの10万円どこにぶち込むかはちょっと。でも女性目線で36歳高橋功結婚目前独身結婚目前ないです。まだスタートライン立ってないです。結婚したい。ダウンが欲しい。でもなるほど。私は伊佐尾ちゃんのことを考えて、素晴らしい。ちょっと真剣に選びますね。ベージュのやつ、私星場さんのコーディネート見て、わあすごい大人、めちゃくちゃかっこいいって思って、ベージュもいいかなと思ったんですけど、伊佐尾さんの顔つきが柔らかい。私は柔らかい感じに感じるんですよ。喋り方とかも、なのでやっぱここはバシッと男性っぽさを出していこう、モテるためにと思ってブラックかなと思います。おお、黒いんだ。でなんか星場さんのコーディネートは自転車スタイルでカジュアルだったじゃないですか。でもスーツにも合うっていうことが分かったので、これは両方いろんなシーンで使えるのかなと思って、この形がいいんじゃないかなと思います。これだとちなみに星これいくつですか？ちょっと一応聞いておきます。一応ちょっとじゃあ来ますそれ。そうですね。ああかっこいい。どうですか？いいかもねこれ。これモテるかな。せーのじゃあお願いします。星は。星。5です。おっと。5ですか。もちろん5でしょう。そうですね。すごい。いやもうそしたらもう一択ですこれ。一択。これ買う？じゃあこれにしまあこれ買います。OK。ちなみにこれ値段いくらだか知ってる？これでも多分10万、まあ結構でもいいですよねこれ多分。これね6万8,000円なの。6万8,000円。だから消費税入れると8万でいけるかな。いけます。で手数料で俺2万円もらった。結構いい。まあそうですよね。てか6万8,000円って安くないですか？お手頃。これいいね。今回これ実は4着用意したじゃないですか。実は全部ウールリッチなんですよ。去年実は野口剛さんに出ていただいて、スタイリストのね本当にカリスマの出ていただいて、アークティックパーカーっていうのを紹介したんですね。それももちろんウールリッチにあるんですけど、こういうちょっと都会的でさらにモダンになった新しいタイプのダウンもあるんですね。おー、なるほどね。そう、はい、で今回は全部ちょっとぶつけてみてどこ行くかなと思ってそれをねちょっとこっち見てたんですよ。なるほど。まんまと引っかかりましたね。全部違った味でよかった。かっこいいね。全部かっこよくてびっくりしました。全部かっこいいんですよ。全部かっこいいです。悩むんですよね。多分だからアークティックパーカーとこれ買ってもいいし、これ買ってからアークティックパーカー。だからこれ買ってもう一個アークティックパーカー買うっていう話なんです。足りないお金。ゲームに突っ込む。ゲームに突っ込むか、もう堅実にこう頑張って一着ずつ買うか。お仕事頑張ってください。そうだ、仕事頑張りましょう。じゃあボルツさんの視聴者の皆様、ダウン、買う参考になっていただければと思ったんですけど、皆さんどれが良かったでしょうか。ちなみにこれが良かったっていう人はこの1234でですね、コメント欄にぜひこっちの方が良かったじゃないのとか言っていただければ、多分そっちに乗り換えてもう1着買うかもしれないのでぜひご検討いただければと、はい、ということで皆さんありがとうございました。コメント待ってます。